皆さん、こんにちは。今年も開始前から様々な話題が飛び交ったプロ野球ドラフト会議。その中で中日ドラゴンズが社会人チームのエネオスに在籍している渡来隆起選手を指名しましたが、抽選の末横浜 DeNA が交渉権を獲得しました。この渡来選手の抽選外しに関してネット上で様々な議論が巻き起こっています。今回は渡来選手のこれまでや中日立浪監督の話題などについて調べましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。まず渡来選手についてご紹介します。渡来選手は千葉県市川市出身の2002年10月4日生まれで、元プロ野球選手で東京ヤクルトスワローズに所属していたユーティリティプレーヤーの渡来博文さんを父に持ち、兄の元木さんも社会人野球で活躍しているという野球一家で育ちました。渡来さんが野球を始めたのは3歳の時で、兄の影響で始めました。その後小学生で東京北砂リトル、小学6年生でヤクルトジュニアに入っています。中学時代には桜シニアに所属し、全国大会やジャイアンツカップでの優勝や U15 日本代表としてアジアチャレンジマッチに出場し最優秀選手に選出されるなど活躍しています。中学卒業後は強豪の横浜高校に入学、入学直後から即ベンチ入りすると、1年夏の大会ですぐに代打として活躍、甲子園にも出場しました。そして1年秋にレギュラーの座をつかみましたが、怪我や不祥事などによりこれ以降の甲子園出場はありませんでした。それでも高校通算24本塁打と公式戦通算4割1分クリーンのハイアベレージをマークし、プロ志望届を提出。しかしどこからも指名されず、社会人野球の名門エネオスに入っています。このエネオス入社後もすぐに活躍します。1年目でいきなりレギュラーとなると、チームの中心選手として活躍し神奈川ベストナインに選出されます。2年目も快進撃は止まらず、都市対抗戦で4本塁打、打率4割2分クリーンと大活躍。チームを9年ぶりの優勝に導き、野手として初の橋戸賞、若獅子賞の同時受賞と打撃賞を含む3冠に輝きました。この年ベストナインにも輝き、改めてプロ志望届を提出。今回のプロ野球ドラフト会議にて、中日ドラゴンズ、横浜 DeNA ベイスターズ、千葉ロッテマリーンズから1位指名を受け、抽選の結果横浜 DeNA ベイスターズが交渉権を獲得しています。そしてこのドラフト会議にて渡来さんが見せたリアクションについて話題になっています。前述した通り3球団の競合となった渡来選手のドラフト1巡目指名、その中で横浜 DeNA の三浦大輔監督が交渉権獲得の紙を掲げた際には、渡来選手は思わず鼻をすすり涙を流しました。その後に行われた会見中にも涙をこらえきれなかった渡来選手、地元の横浜高校出身で横浜 DeNA ベイスターズへの思いもあったのではないでしょうか。しかしネット上では現在チームの状況などから刑務所とまで揶揄されている、中日に行かずに済んだことによる嬉し泣きであるとの意見も見られます。渡来選手の実際の心境はもちろん分かりませんし、おそらく地元横浜でプレーできる喜びがあったのだと思いますが、中日がこのように揶揄される理由の一端として立浪和義監督の存在があります。その立浪監督による今シーズンの話題をご紹介します。今シーズン令和の米騒動という強烈な話題を作り出した立浪ドラゴンズ。この令和の米騒動とは、今年8月64年ぶりとなる敵地での13連敗を喫したドラゴンズで、今季達成した球団史上初の2年連続最下位の一番の原因ともいえるこの事件の中、ドラゴンズの選手を襲ったさらなる大事件のことです。この敵地での大型連敗の前、話題になった記事がありました。それが中日立浪監督白米提供を禁止というもの。まるで戦中のような響きのこの内容は、8月3日の阪神戦、突如として立浪監督によるトップダウンでケータリングから炊飯器による白米が消失したというものです。この事態にもちろん不満を漏らす選手たち、この日の試合はなんとか残されていたおにぎりや麺類でお腹を満たし試合に出ますが、この日の試合で敗戦。そしてなんと試合後の守護神のライデル・マルティネス選手などの意見により、
投手陣には即白米が解禁されたといいます。この令和の米騒動ですが、発案者の立浪監督の考えは、この年現役ドラフトで獲得し、チームの中心選手として大活躍していた細川誠也選手が夏場に入り成績を低下させているのを見て、これを白米の食べ過ぎによるものだと感じたことで白米を禁止したというものでした。そして細川選手に白米たちをさせた結果、何の偶然か調子が上向いたため、チーム全体に対して白米を禁止したそうです。言うまでもなく世間の批判にさらされた立浪監督、そして世間はこの現代では考えられない事件のことを令和の米騒動と呼びました。次はこの立浪監督の今回のドラフトでの話題をご紹介します。今回のドラフト前に渡来選手を1位指名することを公言していた立浪監督、それ自体はもちろん何の問題もなく、他球団に対する牽制にもなるので悪くない戦術だと思いますが、この指名の内容が問題視されています。立浪監督は今月25日チーム内でスカウト会議を行い、渡来選手を1位指名することを公言。立浪監督は、今年は点を取れずに苦しい戦いになった、スカウト球団とも話し合ったが自分も良い選手だと思ったと指名理由を明かしました。しかしあるメディアにて急転野手と書かれていたように、この指名は立浪監督が自身の気に入った渡来選手を獲得するためにスカウトなどの意見を変えて強行指名した結果とも噂されています。実際にそういった確かな情報が出たわけではないため、推測や想像の域を出ませんが、前年までの2年連続最下位に沈んだ立浪監督への不信感がこの噂を立てたのかもしれません。実際に立浪監督のこの指名公言に対してファンは不満を漏らしていました。中日ファンは、今年も独裁か、投手行けよ、頼むから競合しろ、そして外してくれ、マジで頭抱えた、マジで何言ってんの、単純に野手は飽和状態だと思うんだけどな、外野って唯一足りてると思うんだけど、ピッチャー行ってほしかった、せめて内野、渡来が悪いとかじゃなくて、今年投手に行かないのは意味がわからない、来年が勝負の立浪の意見を通しただけやん、など立浪監督の指名に納得がいっていない様子でした。そして結果的には中日ドラゴンズは渡来選手を強豪で外し、外れ1位でアジア大学の投手草加翔選手を獲得。ファンの要望通り投手をドラフト1位で獲得することとなっています。いかがでしたか。今回は渡来選手の経歴や会見での涙、中日ドラゴンズの問題や立浪監督の話題についてご紹介しました。今年もかなりの盛り上がりを見せたプロ野球ドラフト会議、12球団それぞれが多様な選手を獲得しましたが、一体どの選手が活躍するのでしょうか。野球ファンとしてはプロに入った全ての選手に活躍してほしいですが、そううまくいかないのが厳しいプロの世界。一人でも多くの選手が活躍できるよう、それぞれのチームの選手を応援していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた。